始まりました。ダート競馬ジャパン、横山ルリカです。今週の解説はこちらのお二方です。まずは日刊競馬南関東版の辻井孝太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方は勝ち馬南関東版の長尾元博さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ長尾さん、ちょっと寒い日が続いてますが、はい、地方競馬は熱いレースが、ね、繰り広げられてますね。そうですね、だいぶ、ね、冷え込んできましたけれども、はい、まあ、先週も熱いレースが、ね、たくさん行われました、うん、まあ、個人的には大井で行われた金杯、はい、まあ、乱量と、ね、聖火メテオポリスのゴール前、非常に白熱した叩き合いで、個人的にも、ね、非常に興奮しました、はい、辻井さんはいかがでした？はい、まあ、年末年始進行が、ね、終わってようやくちょっと一息といった感じで、うんうん、まあ、普段見ないというかあまり手を出さないよその地区の競馬を買ってみたりして、まあ、ちょっと新鮮さを味わってます。結果はどうでした？まあ、意外と、ね、当たるんですよね。当たるんですね。まあ、予備知識があまりないだけに、ね、素直な気持ちで買えてるんじゃないですかね。なるほど、ちょっとじゃあ手を出してみるもんですね。いや、手を出してみるもんですねありがとうございます。今日はお二人ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ予想に入る前にまずはこちらのコーナーです。先週番組で展望したレースを振り返ります。24日水曜日、大井競馬場で行われた金杯です。1番人気は先週のお二人の本命聖火メテオパリス、2番人気はアンタンスルフレ、3番人気はランリョウオウでした。ではレース途中から見ていきましょう。辻井さん、勝ったランリョウオウは2番手を追走してますね。はい、まだこの辺りでは6番のマテリアルガールが逃げて2番手にランリョウオウ、まあ、国母厩舎の2頭が先行する形になりました、はい、まあ、向こう正面を過ぎてからだいぶこう流れが、ね、早くなりつつあるところ、まあ、ランリョウオウが、ね、早々に先頭に立つ形になりますが、まあ、人気を背負った聖火メテオポリスがこれをマークして、まあ、本橋騎手と吉原騎手のがっちりした一騎打ちムードが、ね、漂ってくるんですよね。まあ、こう縦の画面で見ても分かる通り、もう2頭以外ちょっと後ろ離れ気味になってきましたから、前半33秒3、51秒1と、まあ、淡々とした流れでランリョウオウにとっては、ね、かなり楽な展開、まあ、聖火メテオポリスは 3,4 コーナーからずっと外を回されたその不利というかね、そういうロスもあったんでしょうけれども、体を合わせてびっしり、まあ、何度もね、こう鼻面が合うんじゃないかぐらいまで行きましたけれども、ここでランリョウオウが盛り返して、でももう一度聖火メテオポリスも刺して、まあ、この時に本橋騎手はもうなんとか粘ってくれ、頑張ってくれというふうに声を出しながら、まあ、乗っていたと、吉原騎手もね必死で追っていますけれども、最後は、ランリョウオウの粘り勝ち、まあ、本橋騎手はねこの馬は本当にいい粘りを見せてくれたと褒めていました。素晴らしい勝負根性でした。ランリョウオウはこれで4年連続重賞制覇。なお払い戻しは3番人気、1番人気、4番人気の順で、3連単は6470円でした。辻さんはいかがでしたか、結果？はい、まあ、予想は、ね、当たったんですけれども、まあ、比較的上位人気で決まったので、まあ、3連複は抑えであったんですけれども、4着のカイルに期待してただけでね、より高配当を狙った分トントンぐらいですかね。ナイストントン、ありがとうございます、はい、長尾さんはいかがでしたか？そうですね、僕も聖火メテオポリスとランリョウオウの二頭軸の3連複すごいですね狙っていたの で、はい、まあ、ゴール前はね安心して直線は見れたんですけども、ちょっと広げて勝ってたので配当的にはまずまずっていうところでした、ナイスまずまず、ナイス、ありがとうございます横山さんはどうでした？はい、私は軸聖火メテオポリスから3連複でちょっと手広く行ったので3分の2返ってきました。ナイス3分の2すいません、なんかフォローいただいちゃってすみません、ありがとうございます。みんな当たった感じでね、良かったですね、はい、ありがとうございます。さあここまでは1週間を振り返りました。続いてはこちらのコーナーです。さあ展望コーナーです。今週のターゲットは2月1日木曜日、川崎競馬場で行われる報知オールスターカップです。
長尾さん、こちらのレースの位置づけいかがでしょうか。はい、まあ、昨年まではね、お正月開催の川崎1月3日に行われていたんですが、はい、まあ、今年は川崎記念がね、4月に移動しましたから、まあ、それに伴ってオールスターカップも1ヶ月ほど後ろに移動しました、はい、このレース勝ち馬には、その川崎記念と、3月に船橋で行われるダイオライト記念、こちらの優先出走権が与えられる、まあ、重要なステップレースになっています。ありがとうございます。では枠順見ていきましょう。メンバーの印象いかがですか。はい、まあ、今年はね、先週に大井で行われた金杯とね、開催時期が重なっていますので、まあ、メンバーはね、分散して9頭立てにはなったんですけれども、はい、まあ、それでもね、昨年勝島王冠2着のライトオーリア、先日の行われた放置グランプリ、1位2位3着馬のエルデュクラージュ、うん、ヒーローコール、スワーブアラミス、あとはね、トライアル勝った勢いある何はさておきなど、まあ、9頭立てなんですが、金量差もありますし、はい、非常に見応えのあるメンバーだと思います。そうですね、面白いメンバーになりましたね、はい、さあでは続いて参考レースを見るための参考として、過去3年の放置オールスターカップ見ていきましょう。 VTR どうぞ。まずは2021年です。これはタービランスが勝ったんですけれども、まあ、佐々川騎手騎乗で、まあ先行する形でもここでは2番手につける、まあ安定した堅実味のある走りをこの馬らしさで見せてくれています。まあ、逃げた馬がね、結構こういい感じで逃げていたんですけれども、これを直線入るともう力ずくでねじ伏せるかのように、久々にこの馬の力強さを見たレースでした。外からマンガンがすごい足で迫ってくるんですけれども、これを抑えて堂々の勝ち切り、先行して抜け出す、この馬にとって一番ベストのパターンでしたね。続いては2022年です。これはノーバレンダが勝ったんですけれども、まあ、スタートから出していって逃げる形になりました。前半36秒に49秒1と、ややペースは早めなんですけれども、競りかけてくる馬もいなく、まあ、2番手にエルディクラージュがつけたということで、まあ、キャロットファームの2頭が前に行ったまま、着順も入れ替わることなくそのまんまゴールしたといった感じでした。まあ、最後はね、ここで突き放すところを見せましたし、自分の形ができた時の強さを見せてくれたと思います。最後は昨年の放置オールスターカップです。まあ、昨年は2着と悔しい思いをしたエルディクラージュなんですけれども、2番手からすっともう先頭に立つ形、前半38秒4、51秒9と、展開、流れもね、かなり向いたかなというふうに思えたレースでした。実際上がりも40秒1で上がって最速上がり、これでは後続の馬はちょっと届きませんね。スワーブアラミスは中段から追い上げてはきましたけれども、時すでに遅し、エルディクラージュが人気に応えた一戦でした。はい、今ねお話伺ってると、前にいないとちょっと厳しいのかなっていう感じはするんですが。そうですね、まあ、コース形態もあるんですけれども、このレースに関しては結構淡々とした流れになることが多いので、どうしても前に行った馬、特に自分でペースを握れる馬にとっては有利に向くレースなんじゃないかなと思います。ちょっと行った行ったな感じもね、ありますし。そうですね、でまた何回かね、同じ名前の馬が出てきますから、そうですよね、そういう経験値っていうのも大きいのかもしれないですね。で、まあ、前走を見ると浦和記念の馬が2勝で、勝島王冠だった馬が2着2回となってるんですが、これまあ開催時期が変わったっていうのも。そうですね、まあ、いろいろ重賞変わりましたけれども、まあ、その中では勝島王冠2着からここに来たライトウォーリアが王道路線を、はい、まあ、踏んできたというところで、うん、まあ、この馬人気になると思いますけれども、うんうんうん、このレースを狙ったんだっていう意欲を一番感じるのはこの馬ですね。なるほど、では参考レース見ていきましょう。まずはライトウォーリアが2着だった勝島王冠です。はい、ライトウォーリア、スタートでね、少しつまずくアクシデントもあったんですが、まあ、それでもすっと2番手につける先行力を見せました。まあ、砂が入れ替わった後のね、多いコース1008にしては少しハイペース、先行馬には厳しい流れだったんですけどね、最後刺されはしましたけれども、ゴールまでしっかり足を使って全くバテた様子ないですからね、まあ、これなら距離が伸びても大丈夫という印象でした。
ホーチグランプリカップからは上位3頭が揃って参戦します。はい、まあ、勝ったエルデュクラージュは年が明けて10歳馬に、ね、なったんですけれども、まあ、矢野騎手が、ね、勝った後のインタビューで、年齢を感じさせない、まあ、気合の入り方と、まあ、おっしゃってた通り、まあ、このレースの時はまず息っぷりが違いましたね。まあ、スタートで一つ抜け出してマイペースに持ち込みました。まあ、2着ヒーローコール、3着スワーブアラミスは、まあ、早めに向こう賞参考のあたりからね、まあ、手を動かして、仕掛けてはいくんですけれども、まあ、前との差が縮まらないっていうレースぶりでしたからね。まあ、この船橋 1800m の舞台、このレースに関してはある程度エルデュクラージュとの、まあ、勝負付けが済んでしまったような印象を受けました。まあ、ゴール前はね、ヒーローコール、スワバラミスあたりも、最後詰めてくる足はあるんですが、まあ、それでも、とにかくエルデュクラージュの強さが際立ったレースぶりになりました。トライアルのスパーキングオールスターチャレンジは何はさておきが制しました。道中最後方から一気にまくって先頭に立ったキーピリオットがペースを握ったおかげで40秒4という、ね、かなり遅い流れになりました。何はさておきは中段から早めにこう抜け出す形、ペースが遅い中でもこれだけ力強い、レースができたのは収穫でしたね。森騎手も楽勝でしたというコメントを残している通り、見た通りの内容だと思います。ディアセオリーは移籍初戦の川崎マイラーズで5着でした。稽古の動きが良かったことで、まあ、注目してはいたんですけれども、まあ、初コースを気にしたのか、道中の、ね、息っぷりが今一つでこの辺で結構いい感じで詰めてきてこれは来たかなっていうところはありましたけれども、そこからの伸びが一息でした。まあ、初めてのコースに戸惑った部分もあるんでしょうけども、最後もう一息詰めてきていますからね、2度目で前進があるんじゃないでしょうか。ユアヒストリーは富士見オープン1着以来の出走です。はい、逃げ馬の外につけて並走する形で、ずっと来ています。ここではもう逃げ切り確定かなといった感じにはなりましたけれども、まあ、相手が楽になった今回このレースでは、まあ、格の違いを見せつけたのかなといった一言です。まあ、間隔が空いた今回、仕上がり状態がどうでしょうかね。最後はキーピリオットが勝った幸いオープンです。後方から徐々に進出して 3,4 コーナーで一気に先頭に 立ってそれから、押し切りました。山崎ジョッキーは力をつけていますね、操縦性もよく、向きにならずに走ってくれる長距離向きです、重賞に行っても楽しみじゃないでしょうかというコメントを残している通り、まだまだ奥がありそうな走りでした。参考レースご覧いただきました。さあ、辻井さん、今回の予想のポイントいかがでしょうか。まあ、先ほどねこう言われた通り展開面ではね、先行馬が有利、まあ、そういうところをあとステップレース等を考えると自然と答えは出てくると思うんですけども、僕はどこでちょっと計算間違えたのか違う馬が出てきてしまったんですが、まあ、人気のなさそうなところを本命にしました。なるほど、ちょっと狙った感じですね。はい、そうですね。長尾さんは重視したポイントは。はい、そうですね、やはりこの舞台の適性と、まあ、レース展開というところを、まあ、土台として、まあ、あとはちょっとだいぶ寒くなってきましたからね、まあ、この時期のが得意かどうかという馬の調子と、最後に少しこう筋量差も付け加えて予想を組み立てました。わかりました。ではお二人の印を見ていきましょう。こちらです。辻井さんは本命が何はさておき、対抗がヒーローコール、黒三角がライトウォーリア、白三角がユアヒストリー、ディアセオリー、エルデュクラージュの3頭。そして長尾さんは本命がエルデュクラージュ、対抗がライトウォーリア、黒三角がヒーローコール、そして白三角は1頭、何はさておきです。ではまずは辻井さんの本命、何はさておきから伺っていきましょう。はい、まあ、長尾さんがね、こういい感じで流れをね、振ってくれたので、はい、まあ、やっぱり筋量、はい、勢い、そういうところを重視しなきゃっていうのはちょっと後出しみたいになっちゃいましたけれども、まあ、何はさておきを本命したのは、はい、まあ、前回川崎マイラーズを本当は使いたかったんですけれども、うん、まあ、抽選漏れで使えず、はい、まあ、それでトライアルに回ったんですけども、その川崎マイラーズを使っていても本命にしようと思ったぐらいだったんですね。まあ、
結果的にこのレースを見ると最後はスローをねじ伏せて突き放すという大変強い内容でしたし、まあ、森騎手も期待馬で重賞でも十分やれると思いますというコメントを残している通り、他にお手馬がいる中でこの馬を、ね、選んできたというのはやっぱり、はい、この馬に対する期待が大きいんじゃないかなと思います。で55キロで今回使えますし、そういった意味でも勢いと筋量、まあ、その辺を重視して本命にしました。まあ、ソリストサンダーと差のない競馬できてますね。そうなんですよね、まあ、そこで任していれば、ね、もっと良かったのかもしれないですけども、まあ、それ以上の舞台が今回やってきましたから、初タイトルを、ね、取ってもおかしくないんじゃないかなと思っています。そういう勢い魅力ありますよね、はい。さあ対して長尾さんはこちら白三角の評価です。はい、そうですね、もう辻井さんおっしゃられた通りね、うん、もう前走のトライアル強い勝ち方でしたし、はい、まあ、勢いはねもう目を見張るものがありますからね、うん、まあ、あとはもうこのメンバー相手に通用するかどうかっていうところは理屈ではないところだと思うんですけれども、うん、まあ、個人的には3走前そのソリストサンダーに敗れた時が、まあ、展開のあやでね、少し敗れてしまったように映ったんですけれども、やはりオープン馬が相手になると、あ、展開不問勢いだけではちょっと通用しないところがあると思うので、白三角までに留めました。長尾さん的にはちょっと試金石かなっていう感じですかね。そうですね、ここでむしろね、あのいい競馬したらもうトップクラスですよね。この先もかなり楽しみですもんね。なるほど。さあそんな長尾さんの本命はエル・ドゥ・クラージュですね。はい、個人的には、あ、まあ、ここのところのレースぶりを見ると少しやはり年齢的な衰え、うん、まあ、渋くずぶくなってきたイメージがあったんですけれども、はい、10歳ですもんね。そうなんですよね、うん、ただ、まあ、前走の放置グランプリではあの無印にしてたんですけれども、はい、まあ、本当にもう行きっぷりから走りが変わったなっていう印象だったんですよね。すごかったですね。そうなんですよね陣営のコメントでもこう寒い時期が合うっていうことはねおっしゃってるんですけれども、うん、まあ、やはりこの時期はね調子を上げてくるっていうのは確かなんですが、まあ、10歳にもなってねこれほど変わるのかっていうふうな印象を受けました。うん、まあ、このレースを見たら、まあ、今回もね金量は58キロになるんですけれども、はい、昨年もねこのレース58キロで勝ってますから、まあ、そのあたり舞台適性、適正面も踏まえて、再度期待できるんじゃないかなというふうに思っています。うん、展開的にも前に行きそうなんで向きそうですしね。前走の行きっぷりだったらまた花まであり得るとは思ってますからね。はい、対して辻井さんは白三角の中でも一番下の評価ですか。そうですね、はい、まあ、前走ね、お見事な競馬をしてくれましたけれども、うんうん、まあ、今回と同じショート数9頭立てで、楽に花に行けたっていうところがこの馬にとっては大きかったんじゃないかなと思うんですね、うん、まあ、あの例年1月3日に行われている時にも構想しているようにやっぱ寒い時期が合うっていうのはあると思うんですけども、はい、使い込むよりはねこう初戦の方が結構走るイメージなので、うん、今回2戦目になりますし、はい、まあ、上積みはね、まああるとは思うんですけれども、ちょっと恵まれた前走、先ほど言われたように評価してなかった前走をさらに買うのはあんまり好きではないので、まあ、低い評価のままにしました。まあ、確かに前走ああいう勝ち方をされちゃうと他の陣営もまあ、ね、楽に逃がさないと言いますか、まあ、やっぱり同じような競馬は、ね、きっとできないと思うんですよね。まあ他の騎手だって同じレースに乗ってて逃げ切られているわけですから、はい、まあ、今回はね展開的にも厳しくなるんじゃないかなというふうに思っています。はい、さて辻井さんの対抗がヒーローコールですね。はい、まあヒーローコール、まあ、前走エル・ドゥ・クラージュに2着には負けてしまったんですけれども、うん、まあ強い3歳世代と言われた昨年の、はい、その馬たちの中でもこの馬は本当ずっと順調に使っているんですけども、うん、中でも一番強かったパフォーマンスがこの戸塚記念だったと思うんですね、はい、まさに同じコースで、はい、川崎の 2100m 同じですし、やっぱりね森騎手が乗った時にも長い距離の方がゆったり走れて走りやすいというふうなコメントを残されていたので、まあ一番合う舞台なんじゃないかなというふうに思います。うん、距離今回伸びて良さそうですかね。そうですね、まあ、2100今見ていただいたレースっぷりと同じような競馬ができればここでもちぎってしまう可能性も十分ありますよね。うんうん、長尾さんはこちら黒三角ですね。はい、まあ、黒三角にはしたんですけれども、まあ、十分ね、こうチャンスのある3番手評価とします。
ました、まあ、前走の、ね、ホーチグランプリカップ、まあ、エル・デュクラージュには、ね、敗れました、まあ、レース内容を見ると完敗というふうに個人的には映ったんですけれども、まあ、ただそれでも、ね、まあ、今回舞台が変わりまして、まあ、コーナーが2つ増えて距離が伸びる川崎 2100m、まあ、実績ありますしね、またエル・デュクラージュとヒーローコールの差でいうと今回は、ね、金量差が1キロありますから、はい、まあ、そういったところも踏まえると今回はさらに際どい勝負、まあ、逆転まであり得るかとはいうふうに見ています。おー、なるほど。さあ、そんな長尾さんの対抗がライトウォーリアですね。はい、まあ、前走の勝島王冠も、ね、2着だったんですが、まあ、負けて強しの競馬でしたからね、はい、まあ、最後刺されてはしまいますけれども、まあ、3着のロードレガリスを直線で振り切ってからも全く気を抜かずに、ね、ゴールまでしっかり足を使いますから、まあ、距離が伸びても全く問題ないと思います。まあ、実際ね、昨年の川崎記念では地方馬最先着で5着と入着してますし、あとはね、今回大外枠なんですが、はい、まあ、9頭立てで徹底先行馬がいないんでね、うんうん、まあ、すんなり、先行して足をためながら、レースを運べそうなので展開面も追い風かと思っています。うん、この馬にとってはこの枠は良さそうですよね。そうですね、大外枠、まあ、揉まれずに、ね、競馬できると思いますから、うん、まあ、競馬しやすいと思いますね。はい、辻井さんはこちら黒三角ですね。はい、まあ、前走の勝島王冠を見るとようやくこの馬らしさが戻ってきたのかなという走りでした。まあ、メンバーを考えても、まあ、花里へ負けてしまって、まあ、決めたかった一戦だったんだろうなと思いますけれども、まあ、実際勝った馬とは4キロ差金量差がありましたし、まあ、決めて勝負になるとちょっと苦しいですね。ただね、この馬にとっては今回 2100m 川崎コース不安はないと思うんですが、 2000m を超えると若干ね、あの爪が甘くなるような気がするんですよ。で、まあ、2000m では一番力を出してるんですけども、まあ、川崎記念、東京大賞典と、まあ、強いところ相手なので、今回はそれに比べれば大幅に下がってはいますけれども、うん、ベストは1008から2000なんじゃないかなっていうところも考えているので、気持ちちょっと長いかな、その分対抗にしたかったけど黒三角になった感じですね。なるほど、はい、分かりました。さあ、上位評価ご紹介しましたが、白三角から、辻井さんいかがでしょうか。まあ、先ほどもちょっと触れましたけど、ディアセオリーですね。ディアセオリーこれをちょっと押したいなと思うんですけども、はい、まあ、中央から転入初戦の前走川崎マイラーズ出来がねかなりいいということで、清美さんと一緒に追い切りも見てたんですけれども、はい、これは走りそうだよってことだったので、僕もちょっと期待はしていたんですけども、うんうん、この辺でもう一回伸びてはいるんだけど、なんか直線窮屈そうな走りをしていたので、まあ、そのあたりが初コースだったのかなっていうのもありますし、はい、距離が伸びた方がこの馬にとってはより競馬がしやすいと思いますので、うん、今回三鴨騎士で56キロ、うん、やっぱりちょっと穴馬の一頭として、ね、狙いたいとこですね。抑えておきたいということですが、長尾さんはもう印すべて出てしまいましたが、はい、いかがですか。そうですね、僕も無事、まあ、印はつけてないんですが、一頭を挙げるとしたら、はい、同じく4番のディアセオリーですね。そうですか。もうまさに辻井さんおっしゃられたことと結構同じなんですけれども、うんうん、まあ、前走は、ね、転入初戦ということもありましたし、まあ、距離が、ね、まあ、少し、ね、直線は伸びをかきまして、まあ、ゴール前も、ね、一足は使うんですけれども、自分のリズムで、ね、少し走れてないように、映りました。まあ、距離が伸びた方が、ね、伸び伸び走れると思いますし、川崎コースも2度目となれば、前走よりもリズムよく走れると思いますからね、見直しは必要だと思います。はい、そして辻井さんは一頭あと残ってるのが、ユアヒストリー。はい、うん、まあ、同じこのコースのね、はい、同じ距離で富士見オープン勝ちましたけれども、うん、その時は、まあ、2番手からすんなりもう先頭に立って、まあ、あとは突き放すレースでしたし、まあ、相手が軽かったのもありましたけれども力を示しましたよね。その前の埼玉新聞栄冠賞3着も内容十分で、まあ、順当勝ちといったところ、休み明けが今回鍵だと思います。はい、長尾さんはユアヒストリーいかがですか。はい、まあ、自力は、ね、認めるところで、まあ、このメンバーの中に入っても、それほど差はないと見てるんですけれども、うんうん、まあ、個人的には、まあ、陣営の方からもね、
今回放牧明けですし、一息といった感じというコメントが出てますし、最終追い切り、自分の目で見てたんですけれども、反応が、やはりちょっともう一息に移りましたから、仕上がり面がどうかといったところで今回は見送りたいと思います、はい、そしてお二人とも無印のスワーブアラミス、この馬も結構、堅実に2着3着来ることが多いと思うんですが、はい、辻さんどうでしょう。川崎コースは相性がいいですし、前走も、最後詰めてきての3着見どころあったと思います、はい、ただ主戦の森騎手が今回、何はさておきを選んだっていうところと、今回点乗りになりますんでね、そのあたりでちょっと割引、キュート立てだったんで印がちょっと回らなかったですけれども、3着ぐらいなんで十分あっていい力はあると思います、長尾さんどうでしょう。やはり前走の報知グランプリカップのレースを見て、エル・デュ・クラージュとは少し勝負付けが済んでしまったように感じましたので、またね、今回はスワーブアラミスも58キロということで、エル・デュ・クラージュを物差しにするとまた同じ筋量ですし、それを逆転する要素が少し見当たらなかったので、今回は無印にしました。分かりました。さあ長尾さん、エル・デュ・クラージュ本命ですけれども、展開はどうでしょう。そうですね、本質的な徹底戦後馬いないと思うんですが、前走の行きっぷりを見ると5番のエル・デュ・クラージュが再度主張するんではないかなというふうに見ています、あとは点で速いのは大外枠のライトウォーリアーなんですが、キャロットファーム同士ですからね、それほど展開的に先行争いが激しくなるイメージはないので、長距離戦の急騰立てですし、ある程度先行馬が有利になる流れになると見ています。これにヒーローコールとかが続く感じなんですかね。そうですね、前走はヒーローコールもある程度主張したんですが、エル・デュ・クラージュの方が完全に速かったイメージだったんですよね、ただ今回は筋量差が1キロありますから、それがどうなるかというところが見どころだと思いますね。なるほど。では馬券の買い方、このショートース辻井さんどう買いましょう。何はさておき人気なさそうなので、単幅を買って、あと馬単の裏表を買えば結構当たればつきそうな気がしますので、確かにそれでちょっと行ってみたいと思います。4番人気とかですかね。そうですね、確かにつきそうですね。長尾さんはどうでしょう。急騰立てですし、印つけたところがある程度人気上位だと思いますので、まずはエル・デュ・クラージュからの馬単、あとはエル・デュ・クラージュ、ライトウォーディア二等軸の三連複、そのあたりで考えてます、長尾さんは4頭に印ということですからね。さあ今年で60回目を迎える報知オールスターカップ、お二人の予想参考にぜひレースお楽しみください。以上、2月1日木曜日、川崎競馬場で行われる報知オールスターカップの展望をお届けしました。グリーンチャンネル地方競馬中継では15時30分からご覧いただけます。ぜひお見逃しなく。では今週の JRA インターネット投票を活用した地方競馬の発売日程です。木曜は即パッドで、土曜、日曜は即パッドと A パッドの両方で地方競馬を購入できます。 JRA インターネット投票で全国の地方競馬をお楽しみください。さあお送りしてまいりましたダート競馬ジャパン、辻井さん、2月最初の、予想ということで当てたいですね。いや、もういつでも当てたいんですけども、特にやっぱ何か理由がないと予想ってなかなか当たらないんですよ、そうなんですか。今回はもう理由がありまして、理由がある、携帯壊れちゃったので、あららららら、新しい携帯欲しいなと思って、そのためにはちょっと稼がなきゃいけないというところで気合い入って、ちょっといい配当がつきそうなところを本命にしました。それが吉と出るか凶と出るかは携帯代が高くなるか安くなるかですよね、儲けて、いい携帯を変えたらいいな、いい携帯を、そうですね、長尾さんいかがですか。僕は携帯は無事なんですけども2024年1月が結構つまずいてね、2馬身3馬身ぐらいはちょっと出遅れたスタートになってしまったので、そうなんですよね2月1発目ということで、ここでもうすぐ巻き返したいと思います。差し足期待しております。辻井さん、長尾さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さて来週は船橋競馬場で行われるクイーン賞の展望をお届けします。ダート競馬ジャパン、また来週お会いしましょう。さよなら。